J ガールズジャパンクイーントーナメント2009第1回戦第3試合、白衣のスナイパー山口貴子、華麗な衣装でリング上に異彩を放つ山口、そんな彼女のもう一つの顔は緊急救命センターの看護師。日夜献身的に患者の治療に携わる山口だが、リングの上ではナイチンゲール精神を捨て去り、対戦相手の病院送りを目論む。喧嘩上等フェロモンキッカー阿部元へ。山口とは対照的にキックボクシングに専念するために仕事を辞め、練習だけの生活を送る阿部。そのストイックな生活はリング上で実を結びつつある。1月の大会では秒殺 KO を披露し、4月大会ではミニフライ級1位、本トーナメント1回戦免除のシード選手モミを相手に大接戦を演じてみせ、試合後そのモミにトーナメントでの再戦を熱望される。ジャパンクイーントーナメントの舞台を選手と対戦しております。加速度的に実力をつけてきた彼女、モミの元までたどり着けるか。J ガールズジャパンクイーントーナメント20091回戦第3試合、山口貴子 VS 阿部元へ。逆に田島春選手なんかは注目ポイントありますか？そうですね、結構噛み合ういい試合になるんじゃないかなと思っているので、はい、楽しみですね。そうですね、さあその楽しみな試合がスタートしています。赤が山口貴子、そして青が阿部元恵です。さあこれ立ち上がりからいきなりギア全開です。アクセル全開、トップギアへ。いやでも熊谷さんのお話通り、阿部が立ち上がりからそのバランスという部分ではパンチもそしてキックもいろいろとバランスよく打っています。その阿部が山口を追い詰める。ただ山口も応戦。いや田島選手滑り出しから激しいですね。そうですね、阿部選手が結構プレッシャーをかけているので、なるほど、山口選手はちょっと押され気味なんですけど、うん、そうですね、ここからどういうふうに山口選手が盛り返していくのか楽しみです。今田島選手からお話ありましたが、阿部選手は試合前にアンケートに練習の一番重点的にやったのは相手の距離の詰め方という話をしてくれました。そのあたりでプレッシャーをかけながら試合をいいに進めたいという青の阿部。熊谷さん、逆に阿部選手なんかね、こうバランスという話をしていただきました。山口選手に関しては何か印象ありますか？そうですね、ちょっとあれですね、前回の試合の前にブランクがちょっと、ちょっと試合感がちょっと、なるほど、さあその辺もあるんでしょうか。やや第一ラウンド阿部の方も田島選手の話通りプレッシャーをかけて試合の主導権を掴もうとしています。さあ逆に、さあお互い相打ちか。さあまた追い詰める。山口の膝、お互い上杖もありますのでリーチもあります。前蹴り、ここでゴングが響きました。第1ラウンド終了です。それではジャパンクイーントーナメント1回戦最後の試合、両者をご紹介しましょう。まず赤コーナーがお話しいただきました山口貴子です。身長164センチ、前にも一度対戦したことがあるので相手の阿部選手の気の強さは知っていますと試合前に話していたこの山口です。まあ、VTR などでもご紹介しましたが、ファンの方もすでにご存知の通り救命救急センターの看護師さんということで、その白衣のナイチンゲールの優しさをかなぐり捨ててリング上で戦います。対して青コーナー阿部元恵です。アカデミアアザスでこちらは160センチ、静岡生まれの25歳です。やってきてもきつい練習を我慢してやってきたので、その成果で調子は良好ですと言ってリングに上がっています。ラウンド2スタートしました。赤山口のセコンドから左ミドルという声もありましたが、さあここもまだこの第2ラウンドの滑り出しもお互いに気持ちを前に出しています。
さあ阿部がまたこれ詰めていく。さあお互い激しいぞ。ノーガードに違いな。ただ山口も負けてない。ただ阿部の右、さあこういったキックも随所に決めていきます。さあ山口パンチをかなり回っている。さあこれ阿部がまた詰めていく。さあ山口はやや鼻のあたり出血なんでしょうか。あ、いずれにしても田島選手、これ阿部選手プレッシャーという話第1ラウンドしていただきましたけども、はい、第2ラウンドもかなり、そうですね、パンチも蹴りも的確に当ててるので、はい、パンチだけにならずに結構蹴りも、はい、出しているのが効果的だと思います。その辺で熊谷さんがお話しいただいたら本当バランスの良さというのを存分に見せてくれてますよね。そうですね、まあ、特に山口選手目に見えないなんかワンテンポ遅いんですよね。あ、ですか。はい、パンチ出したとクリアを出したとの、すぐに行かなくて本当に 0. 何秒かが遅いんで、それで全部パンチとかもらったんですよ、はい、さあそのあたりがこういった試合の流れを徐々に阿部サイドの方に流れるきっかけになっているようです。その辺は熊谷さんが教えていただいたように山口選手のこの前の試合までのブランクなんかも影響してるんでしょうか。だと思います、ね、あとまっすぐですね。まっすぐ下がってダメです。ああ、そのあたりは田島さんもうなずいてらっしゃいましたけども、はい、さあこのラウンド残り20秒。しかし阿部が詰めていく。山口の膝が決まったところで赤のセコンドから声が出ますが、ただその後なかなか向こうに繋がらないか。それが2発終盤に出ました。ラインラウンド、さあ山口が詰めていく。しかしここでストップの声、はい、両者を当てた後再びファイトとなりましたが、すぐさま第2ラウンド終了のゴングが響いています。セコンダウン、セコンダウン、ラウンド3ラストラウン。第3ラウンドのゴングが響きました。引き続きまして解説熊谷直樹さん、そしてプレイヤーズゲスト田島春選手でお伝えしてまいります。さあ第3ラウンドです。熊谷さん、改めてですけども第2ラウンドまでの総括ということで、はい、振り返っていただけますか。そうですね、やはり阿部選手は安定してバランスを取れてパンチと蹴りのコンビネーションがすごくいいので、しっかり相手を見ててますね。なるほど。そんな、はい、逆に山口選手はもらえて、うん、警告が出ました。踏んでの膝ですね。踏んでの膝ということで警告が与えられました。両者に対してです。気の強いのがいいのか、まっすぐ行く、まっすぐしか入らないんで、それで曲がってしまうんです。少しさばいて、横にさばいた方がいいと思います。はい、その辺で若干の緩急も欲しいところですが、ただ阿部がそれを許せません。赤のセコンドから必死に膝がいいという声が出ていますが、さあ阿部がここはキックを続ける。田島選手、山口選手も何か欲しいですよね。そうですね、うん、ここでも膝とか、はい、タイミングが当たってる時もあるので。なるほど。さっき熊谷さんがおっしゃられたようにちょっと横に回ってみたりとか、なるほど、はい、まっすぐ行ってまっすぐ下がるって形になってしまっているので、ちょっと横に動いてみると、はい、はい、そのあたりで緩急といいますか、いろいろとバリエーションを使いたい山口です。さあしかし本当に吸い込まれるように阿部選手の中に入っていますので、そういう部分でもやっぱり試合の流れを阿部が掴んでいるという形がいいですよ、ね、はい、冒頭でもお話しいただいたようにパンチそしてキック、バランスのいい攻撃というのが試合の流れを完全に阿部の方へと持っていきました。残りあと20秒です。さあ阿部は的確に落ち着いてヒットしていきます。さあ山口も何か有効だか欲しいところ、ただまっすぐ行きますがそれは変わらない。阿部が的確に捉えていく。残り5秒。最後に山口が反撃に出ましたが勝敗つかず、決着は判定に持ち込まれました。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジ山中、判定がコールされます。30対28、青阿部。ジャッジ山中、まず阿部30対28、青阿部。
いずれも30対28、阿部が決まって3対0となりました。熊谷さん、この試合の結果、熊谷さんの目にはどう映りました？そうですね、山口、阿部選手のペースを最初から最後まで握ったっていう形ですかね。あと山口選手、これからもっと頑張ってくれるんだから、もうちょっと体作りをしていく、パワーをつけた方がいい。なるほど、奮起してほしいですね、はいはい。それでは阿部選手のインタビューです。それでは1回戦突破しました阿部選手にお話を伺います。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、試合が終わった時、ああ疲れたという、そんな仕草が見られましたが、もう無理です。もうこれ以上は動けないです。でも第1ラウンド第2ラウンド見ていますと、ほぼ理想的な試合運びだったんではないですか？そうですね、いつもちょっと見すぎる癖があるんで、前に攻めていこうと思って、それでもガンガン怖がらずに攻めていったからだと思います。ということは今日の試合は自分で満足できる内容でした？そうですね、はい。ただ先ほども聞いたんですけどもね、もちろんこの勝利が目標ではありませんね。もちろん。はい、では最後にですね、今後の抱負も含めてファンの皆さんへ力強いメッセージをお願いします。そうですね、今回トーナメントなんで、ジャパンクイーントーナメントっていう、ちょっと、名前もすごいんですけど、他の出場選手もすごい強い人ばっかりなんで、追いつけるように頑張っていきたいと思います。応援してます。頑張ってください。おめでとうございました。阿部選手にお話を伺いました。勝ちました阿部元恵選手のインタビューをお聞きいただきました。これを、同じくね、今度はチャンピオンの立場、同じ選手の立場からお聞きになった田島選手、田島選手も今のラウンドの、試合振り返っていただいていかがですか？はい、そうですね、もう本当に最初からペース掴んでたので、もうトーナメントなので、はい、この後は誰と戦うのかまだちょっと分からないんですけど、はい、今みたいなパンチから蹴りのコンビネーションをうまく使っていけば、結構相手が嫌なタイプだと思うので、はいはい、このままパワーでどんどん押していけば結構優勝も、はい、見えてくるんじゃないかなと思います。はい、阿部智恵選手のこの後の戦いに注目が集まります。山口孝之対阿部と阿部元恵、判定3対0で阿部元恵が2回戦に進出です。